はい、皆さんこんにちは。ドローン飛ばしてますか？どうも、軟骨です。今日なんですけれども、皆さんからね、結構質問をいただいたんですが、FPV ドローンをどうやったら始めたらいいかがちょっとわからないので教えてくださいっていうふうなね、質問を結構ね、いろんな方からいただきまして、今日から FPV ドローンを始めるまでの、まあ、ロードマップみたいなのを解説していきたいなというふうに思います。で、今まで、まあ、私は、FPV ドローンっていうのを、まあ、全く知識も、まあ、経験もない状態から、まあ、導入するために、まあ、いろいろやったんですけれども、で、今実際に FPV ドローンを、まあ、導入してバンバン飛ばしまくってる状態です。で、まあ、その FPV ドローン導入までの道っていう風な感じで、シリーズものとして、まあ、動画としては残しているんですけれども、まあ、結構ね、情報がやっぱり散らばってしまっているので、まあ、これを見てくださいっていうふうにはね、ちょっと言えないような状態なんですね。なので、まあ、しっかりとしたロードマップ、まあ、まとめ動画を、今回撮ることにしました。で、まあ、FPV ドローン結構ね、始めるまで複雑で、結構面倒くさい工程がありますので、今回1回だけで終わらずに、まあ、数回に分けて動画で解説していきたいと思います。で、 FPV ドローンっていうのはやっぱり買ってきてすぐ飛ばせるわけではなくて、結構ね、解説するのも、まあ、なかなか難しいところはあるんですけれども、まあ、頑張って説明しますので、具体的に実際この動画を見た人が FPV ドローンを始めるために何をすればいいのかっていうふうなことをまあ、詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。はい、ではですね、まず、まあ、今日は導入編っていう形で話していくんですけれども、まずね、FPV ドローンを始めるために必要なものが5つあるんですね。まあ、必要なものというか必要なことですね、が5つあります。それがまず機材の購入、そして免許の取得、次に操縦技術の習得、そして飛行申請で、最後に知識の習得、この5つ必要になってきます。で、この5つなんですけれども、多分まあ DJI ドローンとかだとこの5つ、まあ、必ずしも全て必要ってわけではなかったと思うんですね。で、まあ、この必要な5つなんですけれども、それぞれまあ自分のものにするために最低限必要な期間っていうのがある程度決まってます。まあ、それがこちらなんですけれども、まず機材の購入に関しては、まあ、大体1週間から1ヶ月ぐらいかかると思ってください。で、次に免許の取得なんですけれども、こちらが3ヶ月から4ヶ月ほどかかるっていうふうに思ってください。で、操縦技術の習得が、まあ、個人差ありますけれども、大体1ヶ月以上で、飛行申請に関しては、まあ、飛行前の約2週間で、最後に知識の習得は、まあ、無限大っていうふうに書いてますけれども、これはもうね、ずっと勉強が必要になってきます。で、この中でも、まあ、見てもらえば分かると思うんですけれども、この免許の取得っていうのはね、非常に長い期間がかかってしまうんですよ。で、まあ、これはもうね、法律で決まっちゃってるので、もうこれはもうしょうがないです。なので、この動画を見ている方、まあ、FPV ドローンを始めたいっていう方は、この動画ね、見終わったらすぐにこの免許を取得するっていうふうな行動に移してほしいんですね。そして、この免許の次に時間がかかるのが、操縦技術の習得なんですね。で、これなんですけども、 DJI ドローンに、まあ、慣れてる方っていうのは、あんまりね、実感湧かないかもしれないんですけれども、まあ、正直ね、誰でも飛ばせるので、でも FPV ドローンって違うんですよ。本当にね、練習しないと全く飛ばせない、離陸すらできないような状態になると思います。なので、これもね、すぐに始めてほしいと思います。で、とりあえず今回この動画では、この優先順位の高いこの2つについて詳しく解説していきたいと思います。具体的にどういう行動に移せばいいかっていうふうなことを解説していきたいと思います。ここで1つお知らせがあるんですけれども、私のチャンネルでメンバーシップっていうのを始めようかと思います。で、このメンバーシップ入ると何がいいかっていうと、限定動画っていうメンバー限定の動画を見ることができるっていう風な特典をつけたいと思います。で、これ何で始めるかっていうと、この FPV ドローンの動画いっぱい出そうかと思ってるんですけれども、本当にね、 FPV って細かいところが本当に多くて、ここの配線はこうとか、ここのボタン操作はこうとか、そういうのをいちいち一個一個動画にしていくと、まあ、キリがなくて、まあ、それ一つそれぞれの問題に対してその一つ一つ動画を出していくと、やっぱり参考にならない動画が大量に出てしまいますので、そういったその、まあ、メンバーシップに入っていただいて、その中で質問された内容を動画として出していくっていうふうなことをしていきたいと思ってます。まあ、ニーズに合わせた解説動画を限定動画として出していこうかと思いますので、ぜひ加入していただけると嬉しいです。で、まず免許なんですけれども、免許がですね、2種類必要になってきます。
で、まあ、2種類の免許、まあ、どういうものかっていうと、まあ、実際にお見せすると、まずこちらがですね、免許証になります。これが無線従事者の免許証っていうものになります。そして、こちら、これがですね、ちょっとね、額に入れてるんですけれども、これが免許状っていうものになります。この2種類が必要になってきます。で、まあ、この2種類なんですけれども、まず最初に必要になってくるのがこの免許証で、最低限その、アマチュア無線の第4級アマチュア無線技師っていう免許証が必要になります。これは国家資格なんですけれども、試験を受けて取得するか、または講習会だったり e ラーニングだったりとかの、を受講することによって、もらう、最終的に試験はあるんですけれども、それを受講することによってもらえる、そういった免許証になります。で、次にこちらの免許状なんですけれども、これはこちらの免許証がないと発行してもらうことができなくて、これはFPV ドローンに積んである無線機、映像を飛ばすために無線機が積んであるんですけれども、その無線機っていうのが普通のドローン、一般的なドローンとはちょっと異なってまして、FPV っていうのはゴーグルをつけて操縦するんですけれども、そのゴーグルにドローンについているカメラの映像が飛んでくる。で、それをリアルタイムで見ながら操縦をするんですけれども、その、操縦するにあたって、その映像に遅延があると操縦ってできなくなりますよね。で、その遅延を極力小さくするための電波、5GHz 帯っていう周波数の電波を使うんですけれども、その周波数の電波を使うためにはこの免許が必要になってきます。なので最終的なゴールとしてはこの免許状ですね。これを最終的に自分の、ものにしないと FPV ドローンを合法的に飛ばすことっていうのは、できません。で、このまず免許なんですけれども、まずこのね、免許証、これを取るためには先ほど言ったように試験を受けるか、講習会または e ラーニングを受けるか、この、3つの、方法を取る必要があるんですけれども、その3つの方法、何が違うかというと、お金と時間、この2つが違ってきます。お金に関しては、試験を受けて取得する方法、これが一番安く済みます。だいたい1回の受験料がだいたい5,000円ぐらいで、免許の発行料がだいたい2,000円ぐらいなので、1万円以下で免許を手に入れることができます。ただやっぱり試験なので勉強の必要があるっていうのは、デメリットになるかと思います。で、この試験とは逆に講習会や e ラーニングといった方法で取得しようとするとコストが結構かかります。 e ラーニングも講習会もだいたい同じぐらいなんですが、だいたい2万円ぐらいかかると思った方がいいかと思います。で、お金に関しては今言ったように試験で取る方法の方がアドバンテージあるんですけれども、時間に関してはもう全く逆で、試験を受けるってなると、試験の日にちが限られてきますし、やっぱり自分で勉強しないといけないので、その勉強時間も取られてしまう。そういう意味では試験受けるっていう方法はあまりおすすめはできないんですけれども、講習会と e ラーニング、これは非常に良くて、講習会は全国いろんな会場で年に何回か開かれてますし、 e ラーニングであればいつでも自分が申し込んで、自分が好きなタイミングで自分の家のパソコンで勉強して、で自分の近所のテストセンターってところで受験して免許を取得する、そういったことができますので、もしお金に余裕があって、あとはもう早く取りたいっていう方は、圧倒的にこの e ラーニングか講習会、これをおすすめします。で、私自身は e ラーニングを使って取りました。で、その e ラーニングについてはちょっと下に概要欄にリンク貼っておくんですけれども、 QCQ 企画っていうところの e ラーニングを利用して取りました。なので、この動画を見ている方はこのお金と時間、こちらを天秤にかけていただいて、自分に合ってる方を選んで免許を取得するっていうことをすぐにやってほしいと思います。どちらにしてもやっぱり1ヶ月から2ヶ月、最短でも1ヶ月ぐらいはこの免許証を手にするまでにかかってしまいますので、なのでとにかく早くこの免許を取るっていう行動をやっていただきたいと思います。はい、ここまで一応免許の話をしてきました。免許についてはちょっとまた詳しい話、こういった免許証を取得した後にこの免許状を発行する、これに関してはまた詳しい動画後で上げたいと、また別で上げたいと思いますので、そちらを参考にしていただければと思います。
はい、それでは次に操縦技術の習得、これについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども、まず操縦技術を習得するためにはドローン飛ばさないといけないっていうふうにね考えている方も多いと思うんですけれども、今はねすごく便利な時代でシミュレーションソフトが結構ねいろいろ出てます。でこの FPV ドローンのシミュレーションソフトって結構よくできていて、実際そのシミュレーターだけで練習して実機に、いきなり挑んでも、十分飛ばせるレベルにはなるかなっていうふうに思いますので、ぜひねその免許を取得する前、実際にその FPV ドローンを飛ばせない状態でもそのシミュレーターっていうのをねやってちょっと練習を積んでほしいなっていうふうに思います。でそのシミュレーターに必要になってくるものが2つあるんですが、一つはソフトウェアですね。無料のソフトもありますし、体験版とかもあるので、自分が好きなものを選んでいただいていいと思うんですけれども、私がおすすめするのはベロシードローンっていうソフトですね。このソフトはオフラインで使うこともできますし、オンラインでね、世界中の人たちと対戦みたいな感じで、ほぼね、ゲーム感覚で遊ぶこともできて、非常にね、練習になるソフトなので、このベロシードローンをね、おすすめします。で結構日本でもすごいやってる人いっぱいいて、このオンラインの大会なんかが開かれてたりとかして結構にぎわってるので、このソフトを購入してダウンロードするといいんじゃないかなというふうに思います。でこのソフトがだいたい2000円ぐらいで購入することができますので、ぜひ購入してみてください。で2つ目に必要になるのがプロポですね。プロポっていうのはこれドローンを操縦するための、送信機ですね。これプロポって言います。これが必要になってきます。これをパソコンにケーブルでつないでやることで、これパソコンのねシミュレーターを動かすことができますので、ぜひまずドローンの機体を買う前にこちらのねプロポだけはまず最初に買っておいた方がいいかと思います。でこの動画を見てこの FPV ドローンを始めたいっていう方はぜひこちらのプロポを購入していただくといいんじゃないかなというふうに思います。でこれはジャンパーの T8SG プラスV2 っていうねプロポなんですけれども、これ非常にね安くて、しかも汎用性が高いっていう風な、ものなので、非常にねおすすめです。でこのプロポ購入していただければ、私この動画内でこのプロポを使って説明しますので、一緒に進めていくことができるかと思いますので、ぜひねこのプロポもしよければ買ってみてください。で下に概要欄にリンク貼っておきますので、Amazon でね買えるので、結構注文から、2日3日ぐらいで届くかと思いますので、ぜひこちら買ってみてください。はい、今日はですね、FPV ドローン導入までの、ロードマップということで、第1回やってきたんですけれども、今日はこの動画見ていただいた方にとりあえず取り組んでほしい内容2つお話ししました。1つは免許の取得ですね。これはね本当に早く動いた方がいいと思います。遅くなればね遅くなるほど、それだけ本当に FPV ドローンを始められる時期がどんどん遅くなるだけなので、本当に早めに動いてください。本当にすぐ始めたいっていう方はもう今すぐ e ラーニングを申し込んだ方がいいんじゃないかなと思いますので、ぜひね概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ、使ってみてください。で次、もう一つが、操縦技術の習得を早めにやってください。具体的には、シミュレーターで練習を、早めに始めた方がいいかと思います。でそのシミュレーターなんですけれども、私のおすすめはベロシードローンっていうソフトで、2000円ぐらいで買えますので、ぜひやってみてください。もう一つ、プロポが必要です。こちらのプロポ、ジャンパーの T8SG プラス V2、こちらも購入していただいてやるとストレスなく始められるんじゃないかなと思いますので、ぜひこちらも購入してやってみてください。はい、こんな感じでですね、具体的にこの FPV ドローンを始めるために何をやればいいのかっていうのをね、このシリーズでは説明していこうかと思います。なるべく動画のね、更新頻度は高めで、具体的に説明していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。この動画が参考になりましたらグッドボタンを押していただくと私のモチベーション上がりますので、ぜひよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではさようなら。